いや雰囲気はまあいつも通り、まあ、今日の練習でも落ち着いた雰囲気で、まあ、盛り上げながらしっかりやりました、はい、みんな守備の意識は高いですし、まあ、監督がそこをずっと求めてやってきているので失点っていうところは、まあ、PK ありましたけど崩されてはいないと思ってますし、まあ、ただこれからはもっともっとやっぱ厳しい戦いが待ってるし、まあ、この力のある選手っていうのも前線にいると思うので、まあ、そういう選手をしっかり抑えてこれからもずっとこうゼロでいけるようにしたいなと思います。全員で戦ってるんでそこは先発で出たメンバーだけでなくてベンチにいるメンバーあるいはスタッフの全員含めてやっぱチームなんで、まあ、ゴールを取ったらみんなで喜びたいという思いがああいう形になったのかなと思います。最初、まあ、上田がベンチのとこ行って2試合目とかはもう勝手にみんなで集まったって感じです。結構ラインが高いのでそこはつけるのかなっていうイメージは、まあ、持ってて、まだ詳しく、まあ、ミーティングはしてないのでこれから詳細を集めていきたいと思ってるんですけど、基本的にやることは、まあ、たまに戦うことだったりとか切り替えのことっていうところはしっかり自分たちのところでやりながら攻撃で裏への動きだったりそのダイレクトプレーを狙いながらも、まあ、相手の陣地でボールを動かせるようなゲーム展開にできれば理想的かなと思います。やっぱり負けたら終わりなのでそういう覚悟でやるべきだと思いますし、ただそういうプレッシャーっていうのを感じすぎてしまってもいけないと思っているので、そこは今まで3勝してきたっていうところを、まあ、自分たちに自信を持ってプレーすることが大事だと思いますし、厳しい戦いになるっていう覚悟をしっかり持って準備すれば、まあ、しっかり結果がついてくると思っているので頑張りたいです。